渡り一体沈没してる。街道も水に没して途切れてますわ。広い。これ泳いで向こう岸まで行けると思う？広い。これ泳いで奥越しまで行けると思う？向こう岸なんて見えないけど。見えないけど。本当に向こう岸なんてあるの？本当に向こう岸なんてあるの？でもじゃあどうしたら？どうしたら？向かいは現実的じゃありませんわね。これだけ広く水没していますと。広く水没していますと。やっぱり泳いで渡るしか。泳いで渡るしか。そもそもみんな泳げるの？みんな泳げるの？記憶がないから。記憶がないから。わからない。行き詰まった。お手軽にヒントが欲しいよ。ヒントが欲しいよ。あ、そうだ。イース、ねえねえ。ねえねえ。寝てる。寝てる。この先はほとんど水没してるわ。あなたたち水中都市に行きたいの？水中都市に行きたいの？水中都市？水中都市？そもそもなんで水没してるの？そもそもなんで水没してるの？ああ、それはね。それはね。昔、この国は女神様に守護されていたんだけど、国の人々が女神様を信仰しなくなってしまって、その怒りで都市一つ丸ごと沈んだって。丸ごと進んだって。そんなおとぎ話があるわ。そんなおとぎ話。事実はわからないけどね。国を守護する女神。女神ってクラモが言ってたあの女神かな？勇者じゃなくて？勇者じゃなくて？は？勇者？何それ？は？勇者？何それ？寒い反応。寒い反応。で、その沈んだ都市というのが。都市というのが。この先の水底にある水中都市よ。土地は沈んでしまっているけど、建物なんかは綺麗に残ってるわ。土地は沈んでしまってるけど、建物なんかは綺麗に残ってるわ。かつての国の首都だったそうよ。国の首都だったそうよ。いかにも重要フラグっぽいけど、私たち行く必要あるかな？私たち行く必要あるかな？ちなみに、水中都市に行きたいなら便利なアイテムがあるわ。便利なアイテムがある。昔この辺りに住んでた錬金術師が残したもので、それを使えば水中でも呼吸ができるっていうね。そのアイテムはどこにあるの？このメモをあげるわ。お手軽ヒントきた！お手軽かどうかわからないけど、アイテムのある場所をメモしているものがここに。ここに。読ませて読ませて！エプテーナ。何よ、見せてみなさい。見せてみなさい。うわ。どうしたんですの？どうしたんですの？まあまあ。どれどれ。なるほど。難解というか濃厚というか、ゴテゴテしてるっていうか。これはその読んでるこっちが恥ずかしくなってくるっていうか。間違いないね。この子中二病を患ってるさ。どうかした？字が読みづらかったかしら。そんなことないよ。読める。ちゃんと読める。自覚がない子には指摘しづらいですわね。あなたはそのアイテムで水中都市に行ったことがあるの？水中都市に行ったことがあるの？あるわよ。でも何もなかったけどね。何もない？何もない。ゴミがたくさん落ちてるだけ。本当は価値があるのかもしれないけど、私にはわからないわ。おすすめはしないわね。面白くもなんとも。扉か。じゃあ私は行くわね。あ、そうだ、あなたの名前。行っちゃった。名前聞きそびれましたわね。あの子の目も読むわ。そのもの青き貝殻をまといて珊瑚の野に降り立つべし。失われし鱗との絆を結び、ついに人々を水中の地に導かん。
なんか村に長くいるおばあさんとかが喋りそうなセリフだね。何も知らない幼子をそばに置いて。そうそう。そうそう。何言ってるのよ。とりあえず私はさっぱり意味がわからないわ。さっぱり意味がわからないわ。私に任せて。私に任せて。この4人の中じゃ私が一番語彙力が豊富だから。語彙力が豊富だから。そうね、そうね。そのもの、青き貝殻をまといて。青き貝殻をまといて。さっきの港にあった人魚さん、確か青い貝殻を水着にしていたわ。青い貝殻を水着にしていたわ。あら、そういえば。あら、そういえば。それから、それからサンゴの野は海底。人魚なら海底に降りられても不思議じゃない。海底、この文章はあの人魚像のことを指してるはず。この文章はあの人魚像のことを書いてるはず、指してるはずか。間違いないと思うわ。間違いないと思うわ。何何、これくらい一般教養のレベルよ。これくらい一般教養のレベル。もしかしてブランも。もしかしてブランも患ってるわね。さっきの子と同じで自覚ゼロですわね。だからだから何何なんでもないよ。さすがブラン。解読できたなら早速人魚像のところまで戻りましょう。ですわね、ですわね。変なの、変なの。まといし、うん、人魚像で間違いなさそうね。間違いなさそうね。どこかに失われし鱗があるはずよ。失われし鱗があるはずよ。なら、これに違いないですわ。違いないですわ。取れません。取れません。違うよ、ベール。それは貝殻ね、鱗じゃないし。鱗じゃないし。でも、じゃあ、じゃあ、ほんとね、ほんとね。あれじゃないかな。あそこ。どこですの？どこですの？そこだよ。人魚像の肩の後ろの二本の大根の真ん中にある。大根の真ん中にある。肩の後ろの二本の大根の真ん中。真ん中？その大きな貝殻の下のロココ町の左の3匹のサンマの右のちっちゃな貝殻の斜め上にあるサンゴからぐるっと回り込んだヒラメから拳3つ分分かれた鯛の貝殻、サンマ、貝殻、ヒラメ。なあ、もう分かりませんわ。あれじゃない、人魚の尾ひれにあるキラキラ光ってる鱗。尾ひれにあるキラキラ光ってる鱗。それね、鱗。
一目でわかるわ。それそれ、それを言いたかったんだよ。お願いしますわ、ネプテューヌ。ノアル、見せて見せて。見せて。キラキラ光ってきれい。ちょっと大事に扱いなさいよ。ほら、言わんこっちゃない。言わんこっちゃない。おお。水中呼吸待ってるよ。やったー。伝説のアイテムゲット。伝説のアイテムゲット。いやー、てっきりデマかと思ってたよ。てっきりデマかと思ったよ。でも、とにかくこれで水中都市に行けるんですわね。水中都市。まあ結果オーライだけど、気をつけなさいよ。水中都市では人魚と対面するかもだよ。対面するかもだよ。聞いてないし。聞いてないし。行きましょうか。行きましょうか。違う？こっちでいいのか。違うんじゃろ。違うな。そうじゃ。違うな。まったく。と。刺さった。から、なるほど、下か。ではカットします。バイバイ。はい、カットです。切れたらみんな、うん、なんでもないわ。なんでもないわ。ちっちゃい子がおねしょするときって水の中にいる夢見るって言うよね。ちっちゃい子がおねしょするときって水の中にいる。あなたたち、うん、あなたたち、一応戦ってみます。戦ったらいいね。あれですから。金が足りませんから。
んかやからちょっとは受けるかね。なるほど。あ、しまった。ラルルルルルル。お金が足りんでした。おお、すげえ、すごいぞお前。なんなのこの。何これ。すごいあれ。トゥ。とりあえず下に降りたらっていいや。え？どうする？水中都市。本当。
綺麗に形が残ってるわね。立派。ネプテューヌ？なんでもないよ。なんだろう。まあ気にしない気にしない。行こう。行こう。あ、ネプテューヌの土地ある。土地やからですね。沈んでますわ。ネプ、本当だ。なんだろう。なんだろう。これあの雑誌に載ってた 3D ゲームソフトだよ。4女神オンライン。本当にあったの？本当にあったの？あそこにも沈んでる。あそこも沈んでる。いくつもあるよね。あるよね。アルティさんから情報収集頼まれてますし。集められるだけ集めましょう。ベールは遊んでみたいだけじゃ。そんなことありませんわ。まあとにかく集めてみよう。集めてよ。だから重くなって。でけらうくくやっつってんだろ。死ぬかもしんねえからな。だからやっつってんだろうが。なにあれ、潜水艇。潜水艇、あの船体のマーク、シルクワームね。私たちと同じようにゲームを回収してるようですわ。なんだお前たちは。それはこっちのセリフだよ。ゲームを集めてどうしようっていうの。こんなものが残ってると今の素晴らしい 2D ゲームが衰退してしまうの。ロリじゃない、フィリン様から全ての過去の遺物を抹消してしまえと言われている。私たちはプレイしたことないが、 3D や VR といった最新技術のゲームは人を歪ませるとフィリン様は言っていたわ。このことを知ったからにはお前たちにも消えてもらうぞ。勝手に喋ったくせに。あなたたち黙って聞いていれば素晴らしいゲームを抹消だなんて許せませんわ。皆さん、ビールが怒ってる。私もやるよ。これは海の怒りです。彼らを倒し、持ってるゲームを全部回収ですわ。目的はそっち？そっちだと思った。だと思った。ウリハルコーン。ウリハルコーン。結局戦う。あんだよ。あんだよ。あんだよ。早く終わって。早く終わる。フィリン様に報告だ。報告だ。
ゲームは置いていきなさい。報告。報告。ただでさえ目をつけられてるのに、これでまた敵視されそうね。敵視されそうね。もうシルクワームもロリじゃない。フィリーもネプネプにしてやんよ。ノーアールもノワノワにしてやれ。意味わかんないから。何よノワノワって。ノワノワって。私もゲームにあだなす方々はベルベルにしてやりますわ。ベルベルにしてやります。私はブラブラゴロワル。もういいから先に進みましょう。文才のレベル上がらないかしら。上がらないかしら。ちょっと待ってよ。あ、ちょ、こっちか。こっちですね。あら、ここは空気が残ってるみたいね。残ってるみたいね。くんくん。くんくん。どうかしましたか？どうかしましたか？なんだろう。なんだろう。この匂い。嗅いだことある気がするんだよね。嗅いだことがある気がするんだよね。くんくん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 。何よ。何よ。いやー、犬みたいで面白いなーって。だよ。なんですって？なんでって？逃げろ！逃げろ！こら！こら、待ちなさい！あー、ネプチュールか。よし、来た！あらまあ、これひどいぞ。やばいっすよ、ほんとに。あ、ちょっと待って。できればね、これ。カットしたいんですけど、途中で何かあったら困るじゃないですか。だからね、1回2回ってどういうことかな。じゃあ、まっすぐからいってみようか。 OK。 あ、じゃあそうですね、そうですね、行ってみようかなと思いますけれど。あ、これしかないか。では、まっすぐ帰りましょう。帰ろう、帰ろう。あれ、そっち行こうか。これで、1回しか無理なのかもな。なるほどね。こっちからクリアしていけと。だから、じゃなくて深いも出てもね、どうせね、あれなんですよ。多分クリアした。これで一回クリアしたんですか。一回クリア
ですね、3階ということはこっちかな、こっちってこっちじゃないよ。あーこっちかじゃあ。Thank you.
あれ？あ？あ？あら？この辺はね、またやってきます。取らないといけないやつが結構あるな、結構あるな、結構あるな。きっとこの辺はちょっとやっとこうかなーなんて思います。扉があの子の言ってたやつかな。随分大きいわね。でも空き層もないって言ってましたけど、空いてますわ。爆弾か何かでこじ開けたみたいね。こじ開けたみたいね。まあラッキーラッキー。中に入れるよ。中に入れるよ。ちょっと待ちなさいネプテューヌ。危ないわ。危ないわ。はやよ。はあはあ。ああ。君だらけ。あなた、シルクワーム三重師の。生ソリ、つらなだよ。つらなだよ。そうだ。思い出した。忘れてくれててよかったのに。忘れてくれててよかったのに。あのね。マイマイが探してたよ。ここも。こっちに一緒な気がするぜ。気がするぜ。で、一緒に来たんだけど。一緒に来たんだけど。いないからって。いないからって。どっか行っちゃった。あ、危なー。ネプちゃん捕まえて持ってってあげたら、マイマイ喜ぶかな。持ってったら。ねえねえ、どう思う？喜びますわね。あの様子じゃ。あの様子じゃ。ベール、それ答えちゃダメなやつ。ダメです。あら。あら。そっかそっか。それじゃあ捕まえちゃうよ。捕まえちゃうよ。カルメラマン一号突撃。このクソ。もう安心しなさい。渡したりしないわ。終わる。心の友よ。心の友よ。気持ち悪いわね。この状況はプラン B で行き、私に任せて。あげるからね。ここはひとまず退却だよ。退却だよ。二度と来るな。二度と来るな。
はやや。はやや。ねんぽちゃん。またね。またね。お断りだよ。お断りだよ。危なかった。私たちも奥へ進みましょう。ネプテューヌ、ぼさっとしない。ぼさっとしない。休ませてよ。心の友よ。そんなのなった覚えはないわ。チャキチャキ動く。チャキチャキ動く。仲がいいですわね。本当。どこが？やめてよ。やめてよ。もっと強くなるもんね。もっと強くなるもんね。よし。場所ね、不思議な場所ね。ああ、でも、なんか懐かしい気もする。案内板があるわ。があるわ。データ保管庫。データ保管庫。データ…でも、あちこち壊されてるみたいですわ。でも、あちこち壊されてるみたいですわ。きっと、さっきの奴らが壊していったのね。壊していったのね。この壊されたものの中に失われたゲームに関する情報があったのかもしれないわね。そういえば、ルイの書庫で有害図書の選別をしてるって言ってた隊員もいたよね。選別をして、面倒だから全部燃やそうとか言ってたわ。絶ゆる。絶ゆる。3D や VR、最新技術を使ったゲームに関する書籍だけでなく、情報も全てなくしてしまおうとしてるのかもしれませんわね。絶叫ですわ。してしまおうと思ってるかもしれませんわね。絶叫ですわ。私たちがあともう少し早く来てれば間に合ったのかしら。絶ゆる。絶叫ですわ。ネプテューヌがプリンプリン騒ぐから。絶ゆる。絶叫ですわ。それは関係ないよ。ほら、まだどこかに無事な情報があるかもしれないよ。探そう探そう。例えば気づきにくい天井にまだ扉が。あった。あ、本当だ。壊されてない。壊されてない。開けてみよう。きっと無事な情報が。届かない。届かない。私に任せて。ブラウン。ブラウン。我、隠されし秘跡を継承する者、深淵なる知恵を振るいて悠久の封印をここに解き放たん。太古の権能を持ちてあがない。禁じられし闇の歴史の担い手よ。アパカム。アパカム。あら、おお。でも前の部分いらなかったんじゃ。いらなかった。必要不可欠よ。アパカムって確かブランが読んでた小説に載っていたという。そう、復活の呪文の書。ピンときて。あんな小説でも役に立つんだね。見つけた私もすごいけど、さすがブラン。見つけた私もすごいけど。はいはい、行くわよ。行くわよ。何かしらこのパソコン、取扱注意って紙が貼ってあるわ。重要そう。ゲットゲット。ゲットゲット。ゲットケーブルが切れてる。ケーブルが切れてる。今のままじゃ動かせないわね。動かせないよね。レジスタンスに戻れば直せるかもしれませんわ。直せるかもしれませんわ。お宝ゲットゲット。お宝ゲット。宝かどうかはまだわからないわよ。どうか。あ、これ。アルバムだ。何冊もあるよ。何冊もあるよ。アルバム？アルバム？こんなところに？こんなところに？誰のものでしょう。誰のものでしょう。見てみればわかるかも。見てみればわかるかも。ネプテューヌ、お願いするわ。お願いするわ。うん、公開中。公開中。じゃじゃ。誰？あら。見たことない人たちね。見たことない人たちね。仲良さそうにゲームしてますわね。楽しそうですわ。楽しいですさ。ほら、ゲーム機が映ってる。映ってる。あの雑誌に載っていたゲーム機ですわね。
ゲーム機ですわね。ベールも知らないの？ベールも知らないの？じゃあ一体？じゃあ一体？失われた最新ゲーム機。最新ゲーム機。そういうことになりそうね。そういうことになりそうね。やっぱり。あ、こっちの写真。クラムが写ってる。クラムが写ってる。本当ね。本当ね。どういうこと？どういうこと？クラムとこの4人は知り合い。知り合い。どういうことかしら。どういうことかしら。おお、謎の一端が明らかに。謎の一端が明らかに。クロムのそばにいる子ですけど、さっきメモをくれた子に似てますわね。似てますわね。そういえば。そういえば。さっき見た時より幼いわ。ランドセル。もう一度あの子に話を聞く必要がありそうね。ところでさ、ちょっといいかな。ところでいい。ちょっといいかな。ネプテューノ、私もっと重大なことに気づいたんだけど。気づいたんだけど。何？重大なことって。何？この紫の髪の美人、私に似てない？私に似てない？似てませんわ。似てないわ。こんなにスタイル良くないじゃない、あなた。こんなにスタイル良くないじゃない。この人ほど美人でもない。美人でもない。ネプテューヌと違って頭も良さそうですし。頭も良さそうですし。散々だ。散々だ。とりあえず。このアルバムは持っていこう。そうね。私の記憶とは関係なさそうだけど、手がかりには。関係なさそうだけど、手がかりには。クロムに見せてみませんと。見せてみませんと。似てると思うんだけどな。似てると思うんだけどな。こんなところにプリン見て。ダメよ。拾い食いなんてはしたない。そもそも賞味期限が切れてると思うわ。ああ、ほんとだ。でも、ちょっとくらいならいけませんわ。戻ったら、みんなで美味しいプリンを食べましょう。プリンを食べる。うん、そうだね。我慢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 。こんなところかしらね。そろそろ出ましょう。そろそろ出ましょう。まだ探したら何か見つからないかな。見つからないかな。探してみない？そうですわね。隅々まで調べるのはゲームの基本ですわ。基本ですわ。地上よ、私は帰ってきた。私は帰ってきた。大げさね、まったく。まったく。いろいろ情報が手に入りましたわね。そうね。そうね。プラネテューヌにはまだまだあるかもしれない。まだまだあるかもしれない。さっきの子も探したいし、町の人見つけて話を聞いてみましょう。話を聞いてみましょう。賛成。あとご飯。あとご飯。はいはい、はいはい、明かりのついてる家を探すわよ。明かりのついてる家を探すわよ。しやがってもいいかも。ね、だけ。それにしても。それにしても。
小説、小説復活の呪文の書だっけ、だっけ、ええ、驚きですわ。驚きですわ。ピンときたの、ピンときたの、見つけたのは私だけどね、私。いやー、そこでピンときてさ、つまらないとか言ってブランに押し付けたくせに。あの、ブラン、面白いゲームソフトが出てくる呪文は載ってませんの？出てくる呪文は載ってませんの？ないわ。ないわ。すぐに眠くなる呪文なら、ラリホとか。私、字がいっぱいの本読むとすぐ眠くなる。ネプテューヌには必要なさそうね。面白い小説よ。もう読み終わったし、頭だけでも読んでみて。私？ごめんなさい、わからないわ。わからないわ。では私も、私も個性的な味、個性的な味じゃなくて内容ですわね。遠回しに否定した、でした。面白いのに、面白いのに。パープルバードという主人公の鳥がバケツプリンに目がなくて頭から突っ込んで溺死しそうになるの。プリンって傑作だったわ、傑作だったわ。ねっぽぽー、それは傑作だね。バカみたい、バカみたい。人事じゃないでしょ、ネプテューヌは。人事じゃないでしょ。あとグリーンバードという鳥の胸肉が膨らみすぎて爆発するところとか、爆発してなくなってしまうの、笑ったわ、笑ったわ。なんだかもやっとするのはなぜでしょう。なぜでしょう。作者は誰なの？作者は誰なの？4人分の名前があるけど、かすれてて読めないわ。読めないわ。そっか、残念。そっか、残念。いつか会えるといいね。いつか会えるといいね。自分やのに。ほら、明かりのついてる家があるよ。頼もう。いきなり何やってるのよ、もっと慎重に。平気平気、勇者はいきなり入ってって壺割ったり引き出しあさっても怒られないんだから。引き出しあさっても怒られないんだから。はーい、ほらね。うん、もう出てくるわ、出てくるわ。どちら様？あ、あなたたち、メモくれた女の子。メモくれた女の子。そっか、ここあなたの家だったんだ。ちょうどよかったよ。私たち水中都市に行ってきたんですわ。私のメモが役に立ってよかったわ。わかりやすかったってことよね。とても。よく言われるわ。学校でも私のノートは見やすいって評判で。学校でも私のノートは見やすいって。みんな気を使ってるのかな。気を使って。可能性はあるわね。さすがに学校のノートは普通では。それで何かあったの？何か引っかかるんだけど、妙に気になるというか。だから近くに。ええ、そう、水中都市を調査するために私たちはここに住んでるのよ。私たち、愛ちゃん、ずいぶん時間かかってるですね。待て、コンパ、シルクワームかもしれんぞ。あー、クロム！お前たち、お前たち知り合いなの？クロム、クロム。まあな、まあな。それよりお前たち、どうしてここへ？どうしてここへ？いや、そういうことか。再会して5秒で謎めきゼリフ、さすがミステリアスお姉さん。ミステリアスお姉さん、そろそろその呼び方はやめろ。それを受けてみろ。アイちゃん、クラムさんのお友達なら入ってもらったらどうです？そうね、そうね。水中都市に行ったのなら話も聞きたいし、どうぞ、どうぞ。やったー、やったー。自己紹介は勇者のイロハ、私ネプテューヌだよ。ネプテューヌだよ。勇者？勇者？気にしないで。気にしないで。私はノワールよ。ノワールよ。よろしく。私はブラン。私はブラン。ベールです。よろしくお願いしますわ。よろしくお願いしますわ。私はIF。ここでは二人暮らしをしてて。二人暮らしをしてて。アイちゃんと
一緒に暮らしてるコンパです。コンパです。アイちゃん、アイちゃん、今は二人暮らしじゃなくて三人暮らしです。私は長いする気はないからな。クロ、知らないことだらけよ、あなたに関して。ええ、そもそもルビーで別れたあなたがどうしてここに？ああ、それか。ああ、それか。それはな。それはな。やれやれ。やれやれ。プラネチューヌ、ここまで来れば大丈夫だろう。フィリンのやつもさすがに。さすがに。テーラー姉ちゃん！ち、しつこい。どこか隠れる場所は？隠れる場所は？あ、こっちよ。ついてきて。ついてきて。しばらく私たちの家に隠れてるといいわ。なぜ助けた？なぜ助けた？なんでかしらね。なんでかしらね。放っておけなくて。放っておけなくて。はーい、アイちゃん、久しぶりのお客様です。お客様です。私はアイエフよ。私はコンパです。コンパです。クロムだ。クロムだ。すぐに出ていく。すぐに出ていく。ということがあってな。ということがあってな。少しの間のつもりだったんだが。そうだったんですのね。なるほど、わかった。わかったよ、クロム。わかったよ、クロム。でもね、私、クロムには言いたいことがあるんだけど。言いたいことがあるんだけど。ネプチューヌ。ネプチューヌ。お腹空いた。おごって。おごって。だから。だから。無駄遣いするなと言っただろうが。するなと言っただろうが。ブー。それじゃあ落ち着いて話すためにもティータイムとするですよ。いいですか、アイちゃん。賑やかになったからって浮かれちゃって。まあお茶とお菓子くらいしかないけど。アイちゃんだって嬉しいくせに。そうね、ちょっとは。ちょっとは。そうだ、材料はあるからプリンでも作るですか。やった、プリン来たこれ。素材を錬金鍋に放り込んだら自動的にできるんだよね。できるんだよね。違うと思うです。手伝ってもらうわよ、あなたたちにも。私その言葉聞くと体が溶けるんだよ。なめくじに塩みたいですわね。正しくはあれは溶けるんじゃなくて縮んでるのよ。縮んでるだよ。まあそうだったんですの。もちろん手伝うわ。ほらネプチューヌも。ほらプリンのためなら仕方ないね。はいはい、私も手伝います。いいな。あ、クロム。手伝うよ。はい、ありがとうです。ありがとうです。じゃあこの卵を。この卵を。それじゃあいただきます。おいしい。コンパ料理上手だね。さてはクロム、コンパに胃袋掴まれたな。お前と一緒にするな、まったく。というわけで、見たことのない過去のゲームについて教えてほしいんだよね。知ってるんでしょ、どうせ。知ってるんでしょ、どうせ。かつてこのゲーム業界には 3D ゲームというものが存在していた。今はフィリンとシルクワームが隠して存在していないことにしてしまったがな。